石野陽道雑談。今日は用事があって10時頃にバスに乗った、はい、帰り石田もバスに乗った、はい、私は高槻市に住んでいる。高槻市バスに乗った。ほとんど満席である。満席である。みんな老人。平日と金曜日10時ごろ、みんな満席。街に出るとまたほとんど老人。それから病院へ行った。大阪医科薬科大学附属病院に行った。またほとんど老人。帰りしなバスに乗った。全員老人。高槻の昼間は中心部へ行くバス、中心部から中心部でない方へ向かうバス、みんな老人。なき高槻は老人。昼間の高槻は、平日の昼間の高槻は老人の町になっている。まあ若い者は働きに行っているから見かけないかもわからないけれど、これだけ老人の町になると何か考えさせられる。またますます高齢し、少子高齢化が続く。2000年80年だから今から60年少子高齢化が続くとの予想である。ますます老人の町になる。この老人の町を見て、私はいろんなものを感じる。日本の将来がもっともっと老人の町になる。すると日本はどうなるかなと考える。皆さんもただ漠然と、一番大切なこと、漠然と町を歩かないこと、何も考えずに町を歩かないこと、町で見たことを、聞いたことを、そこからいろいろ自分なりに考える。こういう考えるということが大切だ。このような老人の町を見て何も考えない。ああ老人が多くなったな、それで終わり。これ非常にお粗末な老人。これを見てどん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 ね、日本はどうなるとか、だからどうしようとか、自分はどうなるとか、自分はどうしようとか考える人間になることが必要である。飯、朝起きて飯、まあ汚い言葉やけどクソして、食事して、ぼんやりと一日テレビなんか見て何もせずに過ごして、また晩飯食うて一杯飲んでまた寝る。これの繰り返しはダメ。何一つ見ても聞いても見たことから何を考えるか、
聞いたことから何を考えるか、それから自分は考えた結果どう行動するか、これをやらんともうみんなダメな老人になる、なんともならない老人になる。